オリックス優勝おめでとう。おめでとうございます。もうなんと25年ぶり、はい、ね、おめでとうございます。本当によく頑張りました。はい、ロッテもね、仙台で、頑張ってたんだけども、はい、まあ、負けた瞬間に、まあ、オリックスが優勝したというね、25年ぶりおめでとう、ね、おめでとうございます。本当に、なんていうの、まあ、ヤクルトもそうだけど、オリックスも最下位からの優勝ということで、両リーグとも最下位から優勝したというね。まあ、あまりないケースですか。まあ、そうだね、あんまりないけど、なんかこう新しいヒーローが、出てきたというようなね、まあ、そんな感じがして、なかなか大混戦だったら連日、いやー、本当だね、ポンと両リーグ優勝が決まりました。まあ、マジックをさ、先に点灯させられて、あのロッテにね、それで非常に、でも数字を見るとオリックスの方がずっと有利かなっていうふうに思ってたんだけど、まあ、やっぱりそのね、ロッテは最後に3試合のうち全勝しなきゃいけないというね、苦しい、状況に追い込んだのもやっぱオリックスのね、やっぱその力もあったと思うし、まあ、最後山本とマー君鉄板で勝つだろうって言われたの、いやでも絶対勝たなきゃいけないという試合を絶対勝つというのはさ、それだけ力があるっていうことだよね。ということで、なぜ優勝できたのか、まずね、チームの成績からちょっと見ていきたいと思うんだけども、まあ皆さんもね、ちょっと分かってると思うけど、ね、チームの成績、70勝55敗、15の貯金、で、これはシーズンね。で、交流戦で12勝5敗、7つの貯金。はい、これ交流戦1位ですね。そうだね。はい、で、まあトータルすると、まあ、22の貯金できたと。はい、まあ交流戦のその貯金も使い果たしてたりとかしたんだけどね、ここでね。はい。はい、で、こう得点を見ると3位、あのパリーグの中での3位、で失点は2位、まあ本塁打は1位なんだけど、まあ盗塁は5位と、防御率は2位と、なんかね、こう見てると、まあまあ上位には来るだろうなっていうような成績なんだよね。まあ安定はしてるけど、でも特別平均的な感じです。まあ平均的な感じなんだよね。だから特別何が良かったのかっていうことをちょっと話をしていきたいと思うんですけど、はい、じゃあ優勝のポイント、まず優勝のポイントはね、やっぱまず投手力、これはもうみんなも分かってると思うけど、山本宮城18勝5敗、宮城が13勝4敗、2人で貯金が22、これどっかで見たね、さっきのチーム成績のところにちょうどチーム成績の時に22、はい、だからやっぱこの2人がとにかく頑張ったという、貯金をこさえたということだよね、はい、だから非常になんていうの、貢献度はこの2人というのは素晴らしく高いんだけど、でも他のピッチャーたちもだから大体5割でいったということだよね。勝ち越すことはできなかったかもわからないけども、大きく負け越すこともなかったということ、だから5割でいけたということがこの2人のこの数字を守る形で優勝ができたという、だから投手陣の中では山本宮城というのはもう、まあ、ファンの皆さんだったら分かってると思うけど、よく頑張ったという。山岡がちょっとね怪我でいなくなったんだけども、でも頑張ったよね。ちょっと2番目、打線の確率、ね、まあなんつってもやっぱり吉田の首位打者、ね、出塁率が4割2分ぐらいあるのかな、それで杉本が32本で、まあシーズン全部が終了してないからまだ確定ではない、まあ吉田の方が確定だけども、杉本の方確定はしてないんだけども、まあこれを抜いてくるようなバッターは多分いないと思うよね。これが3番4番に固定できたということ、これが非常に得点力2位ということをね、生んだということ、それとその中で福田宗紅林というものが、非常に頑張ったという、ね、でチームの成績をちょっともう一度出してくれる、貸してくれる、チームの成績のこの交流戦、結局オリックスはどこで、エンジンがかかったかというと、交流戦で優勝してからなんだよね、この時にやっぱ福田が大活躍するんだよ。福田がね5割出塁率が、で打線を引っ張る、それにつれて宗が、2番でいい仕事をするっていうようなことになってきて、だから交流戦きっかけでオリックスはすごく浮上していったんだよね。もう交流戦を挟む前と後っていうのは全然違いますか？もう全然違うチームになってる。で、さっき言ったけど、福田を
これ一番固定できたんだよね、はい、それもね、内野手だった福田をセンターに持ってったんだよ、うん、これが当たった、まずで、宗もサードということでもう固定をした、うん、でもう守備もうまいし、やっぱそういう福田が出るから宗が生きるという、はい、福田が出れなかったら宗が出ていくという、うん、吉田、杉本が待ち構えているこの 1,2 番、ここでいかに出塁をするかによって、はい、この吉田と杉本の怖さが倍増するという、うん、1人だとやっぱ打者っていうのはそんなに怖くないけども、はい、でも 1,2 番が出ることによって吉田、杉本のこの並びっていうのはすごく怖くなったと思うんだよね、うん、だからそういう意味では首位打者と本塁打王が待ち構えている打線っていうのはすごく破壊力を感じたと思うよ、うん、他のチームの投手陣がね、はいはい、で紅林を8番でずっと我慢をして経験をさせた、うんね、で吉田が肉離れをして離脱した時に紅林を持ってきた、うん、だから紅林がここで活躍をしてくれるというさ、うん、なんかすごくいい流れになったよね。1回目の吉田の離脱の時は、はい、あもうこれでオリックス終わったかなって思うぐらいにちょっとこうモチベーションが下がったんだけど、はい、2回目の時はもう慣れてたね。あなんかもう、 いやもうこうなった時はこうすればいいという形が、うん、そうそうそう、 だからすごくあのチームのその雰囲気がいいし、やっぱこう和というものが統制されてたから、やっぱこう吉田の穴を全員で埋めようとする、うん、そういうこともなんかすごく感じられたし、うん、やっぱこう今年はやっぱ何と言っても杉本だね。はい、もうキャリアハイもいいところだよ。今年と去年の成績を比べると、うん、同じ人なのかなって思うくらい。いや本当に本当にそのぐらいね、やっぱ力を持ってた。それを中島監督がやっぱ見抜いてたんだよね、うん、だから我慢して我慢して昨年から使って今年花が咲いたんだけどさ、はい、杉本もその本塁打王だけではなくて、やっぱ通算で3割打ったからね、うん、今シーズン、はい、だから杉本のその吉田がいない時の頑張りっていうのはさ、すごかったと思うよ、うんうん、まあ MVP はあの山本になると思うよ、間違いなくこれはもう総なめだから、はい、投手陣の成績、あの五冠、はい、でまあおそらく MVP も取るでしょう、うん、だけど野手のMVP っていうのはやっぱ杉本にやってほしいなと思うよね。うん、まあ吉田もいいんだけど、吉田はこう2度離脱したからね、はい、杉本はずっと1年間頑張り通したから、はい、だから杉本かなっていうふうに思うけどね、はい、うん、だからまあ若い子も我慢して紅林を育て、うん、宮城と同じ年だからね、はい、これはまたオリックスのちょっとしたら中心選手になっていくという構図が見えるよね、はい、だからまあこういう1番から4番までこの固定ができたということがすごく相手にとって脅威だったと思うし、まあ T 岡田も非常にいいところでホームランを打ってくれたし、モヤ、うん、っていうのがなかなか打たなかったんだけど、最後ポイントになるところでよく打ってくれたというね、うん、でまあ足立とかも漢字間違えたけど話とかもいい仕事もしてたしね、はい、うん、だから非常になんかこう、うん、バランスのいい、うん、でいい選手がいる、絶対オリックスは強いんだよって、いい選手がいるよって言いながら、うん、まとまりがないとか、うん、力を発揮できなかった。でみんなが言う解説者が大体オリックスには裏切られるという、上位力がある、こう見てて選手もいい選手がいる、だから上位に予想してもなんかチームのまとまりがなく、なんかずるずるずるシーズンを過ごしてしまうという、そういうことがあったんだけど、やっぱ中島監督がよく一つにしたね、うん、この功績っていうのはすごくでかいと思うし、やっぱその杉本とか紅林を我慢するとか、うん、やっぱりそういうこうなんていうの、選手の力を見抜く、うん、そういったことがすごく今年できて、で宗のサードもそうだし福田のセンターもそうだしさ、やっぱこれはなんか一つのこうずっと見ててのアイデアじゃないと、アイデアが浮かんでこないとやっぱできてこないんだと思うんだよね。でやっぱそれはずっと見てるということ、その選手の特徴とかね、まあそういうことがこう合わさって、まあ、チームも一つになり優勝を勝ち得たという、ようやくこう噛み合ったな。解説者陣の期待にも応えたということです。いやみんな裏切られてるよ。
今回は今回はもうあの低かったもん。あるそっちの方の裏切り。そうよそうよ、うん、はい、だからまあでも本当にね苦しい時もあったと思うよ、うん、はい、もうダメかなと思った時もあると思うよ。でもそこでよく踏ん張ったよね、うん、だからなんていうのかな、あの楽天が初優勝した時の田中マー君、はいはい、が優勝した時のような感じがするんだよね、うん、マー君イコール山本、はい、則本イコール宮城とか、あそうでしたね、なんかそういうなんかスーパースターとかね、うん、まあ、そういうので勝ったかなっていう感じがするけども、はい、でもしっかり若手もね育ってきてるから、うん、これから安定した力日本シリーズ、ね、に向けて優勝したということはまず一番は山本宮城って投げれるということだよ。で、うん、一つのアドバンテージがあるということだから、これは優勝するか2位になるかは大きな違いだったんだよね、うん、だからオリックスはこのまま日本シリーズ行くかなっていうような気はしてます。はい、はい、今聞いたところだともう火の打ちどころがない。いや、やっぱり、ね、あのやっぱ勝たなきゃいけない試合で山本が投げれるということ、うん、宮城が投げれるということ、それを確実に勝ってくれるということ、うん、まあ、それとやっぱり吉田という杉本という軸がいる、うん、まあ、ここら辺はやっぱりピッチャーの軸、野手の軸、まあ、2つの軸があるっていうのはやっぱ大きいと思うね。そうですね、うん、まあ、本当にね、うん、25年ぶりね、まあ先まだ長いからね、はい、11月いっぱいまでだから、ね、25年ぶりは、ね、喜びは、ね、一瞬喜んでもいいけど、もう日本シリーズが終わってから、はい、全てが終わってからね、みんなでもうどんちゃん騒ぎしてほしいと思います。あとは怪我だけ注意していただいて、ね、あと怪我 ね、吉田正尚も、はい、やっぱりね、どこかのタイミングで、ね、そうだね、出てきてほしいし、はい、ね、うん、本当におめでとうございました。おめでとうございます、はい。